ギリス生活で私の重要な栄養源であり心を満たしてくれる最高の食事はこれです。やっぱね、生活の根幹を担っているのがやはり食事ですよね。食事が充実しているかどうか、心と体は一体ですから、体ベースを作ってくれる食事、ただ栄養素だけ入れる、まあ、そういうね、サプリメントとかそういうものは基本摂取しないんですけど、やっぱ自然のものから、あとは真心を込めたハンドメイドのね、手作り料理、これですよ。最高。やはり渡航先で移動しながらとか、なかなか定住しない環境の中で外食が多くなりますよね。まあ、そうするとどうしてもなんていうのかな、偏ってしまう。特にイギリスだと揚げてるものとか油物多いですよね。まあ、そういう時にこの東ヨーロッパ、まあ、ポーランド出身の方のね、この手料理、これはね本当に助かってますね。気持ちがね満たされますよ。ベルリッシモ、ずいぶん長くなったイギリスでの滞在も、今日で一つ区切りをつけようと思います。ここのママの食事です。ポーランドのママなんですけどね、ポーランド風のハイカロリー、愛情たっぷりの食事で、なんとか元気に、ここまで健康でやってこれましたね。あったかい食事、やっぱりね、手料理が日々あったので乗り越えてこれたなと、いい時間を過ごせたなと思います。ここではですね、ママの料理を少しここで紹介しようと思うので、まあ、ぜひ見ていただいて、はい、まあ、イギリスでほとほと食事に困りましたという方はぜひママの食事を食べにやってきていただきたいなと思います。それでは。最後の朝食、イングリッシュブレックファーストです。クロワッサンとカフェラテを食べて朝食を終えるような、パリジャンとは違くてですね、ブリティッシュブレックファスト、ブリティッシュイングリッシュブレックファストですか、は高カロリーなんですよね。これは産業革命時代に多くの労働者たちが、まあ、働きに出る、でその時に高カロリーじゃないともう体力が持たないということで、朝食からかなりハイカロリーなメニューになってるんですね。さあ、いただきましょう。まあ、正直ね、お世辞にもソーセージはイギリスは美味しい方じゃないんですけど、まああったかいっていうのがねポイントを挙げてますよ。熱々、これ食べ物だけをね味わうんじゃないんですよ、その時間も味わうんですよ一緒にね。なので雰囲気が大切。
さあ、どうですか？